激辛ジョニス、今日もみんな不審に火をつけちゃう。やってきましたー。はい、今宵は中野にいるんですけども、どうやら、激辛、スープカレーが楽しめるということで、情報をキャッチしたのが今日いるんですけども、今日のお店なんですけども、雅楽中野店に来ました。ちょっとね、普通のスープカレーとはちょっとひと味違った料理を楽しめるということで、なんとですね、これ出汁のスープにですね、和風出汁スカバ節でこう出汁を取りつつ、その旨味をこのカレースープに凝縮した、これは楽しみだと。辛さレベルが、今回選びます。辛さレベル40がですね、一番辛いと、言われているので、これはハバネロソースを加えたものになります。その前にはですね、6から19に関してはこのピッキーヌという唐辛子を使っているんですけど、今回この一番マックスの40に挑戦していきたいと思います。それでは今回も激辛バトルしていきましょう。ガクおー、来ましたー。こちらがお待たせいたしました。はい、チキンレッグのスープカレー、辛さ40。おお、すごいなこれは。いただきます。さあ、雅楽さんの、柔らかチキンレッグと九州の野菜、辛さ40倍、お手並み拝見ですよと。見てください、この豊富な野菜類、そしてラッシュですね、オアシス。はい、じゃあちょっとスープからいただきます。おいしい。はい、やはりしっかりハバネロを使っているだけあってね、この口に入れた瞬間に鋭い口の中を突き刺すような辛さがあるんですけれども、だしの旨味がすんごい効いてますね。これうまいわ。入ってる具材はこれはパプリカ、赤パプリカ、ブロッコリー、レンコン、うずらの卵、かぼちゃ、じゃがいも、人参に、あ、またこれは大ぶりなチキンと、あとこれは水菜ですかね。水菜、はい、うわ、これ9種類の野菜入ってますからね、これ数えきれないぐらい、はい、いろいろ入ってます。一つ一つの野菜が大きいです。あ、これ好きだわ、うまいわ、野菜が新鮮、もう食べた瞬間に分かりますね、このしっかり辛みが効いてる大ぶりなチキン、しっかり煮込まれてるんでね、もう身がほろっと、柔らかい、全然噛んでないですけど、人参さん、この人参もね、これ一つ一つの具材がボリュームが大きいですね。顔中が汗にまみれてまいりました。早くも、一つの料理からこんなに豊富な野菜を摂取できるとはありがたいですね。残すとこもあと半分少々でしょうか。ちょっとこのチキンがね、ちょっと男らしく海賊スタイルでいきましょうか。これめちゃくちゃ柔らかいんですよ、これ。これたまらんね。いただきます。見ました、一口でするりと肉が骨から剥がれていきましたけど、まさに骨抜きということはこういうことで言うんですよ。超柔らかい、そこの下の方になってくると、ハバネロの辛みが沈んでいて、余計こう辛くなってきましたよ。それ以上に旨味が染みております。おーし、骨についてる軟骨さえも甘噛みで食べれちゃいます。それでは残すとこスープのみ。さあ、最後このスープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。ごちそうさまでした。さあ、それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。雅楽中野店さんの柔らかチキンレッグと、九州野菜の、40から辛さレベル、じゃらじゃん、辛さレベル6です。おめでとうございます。6ですよ、本当
当に旨味を感じられてて、なおかつ辛みも楽しめる、まさにうま辛オブうま辛な、カレーだったのではないでしょうか。普通のスープカレーとはやっぱりこれ食べてて違うのに、なんといってもこのスープの旨味というか出汁がサバ節を使っているだけあって、非常にこう違った味、あっさりした、感じの味わいで非常に美味しく食べれました。なおかつね、野菜も具沢山、そしてチキンも柔らかと、こういった感じで胸もお腹もいっぱいという一品でございます。ぜひ月下のマニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますので、フォローお願いします。このラッシー結構好きだ。このラッシーの上にこのちょっと水をこうやってつけてね、こうやって飲めば、うん、二度おいしい。